ソウル・アサイラムはアメリカ合衆国のオルタナティブロックバンドで1983年にミネソタ州ミネアポリスで結成された。このバンドの前身は1981年に結成したラウドファースト・ルールズというバンドで最初のメンバーはダン・マーフィー、デイブ・パーナー、カール・ミュラーとパット・モーリーだった。1984年にグランド・ヤングがモーリーと交代して加入した。 バンドはツイントーンレコードから3枚、A&M レコードから2枚のアルバムを発表したが大きな成功へは結びつけられなかった。しかし、1992年に発表したアルバムグレーブダンサーズユニオンはトリプルプラチナディスクを認定される成功となり、シングルランナウェイトレインで第36回グラミー賞最優秀ロックソングを受賞した。翌年、 ビル・クリントンの就任式でバンドは演奏した。3年後に発表したアルバムレッド・ヤーディム・ライト・シャインはプラチナ・ディスクを認定された。1998年にはアルバムキャンディ・フロム・エーストレンジャーを録音した。2004年にはミューラーがガンと診断され、バンドは彼のためにチャリティコンサートを開催した。ミューラーは1年後に亡くなった。2006年にバンドはアルバム ザシルバー・ライニングを発表した。グループの前身となるバンドである、ラウドファースト・ルールズは、1981年に、ドラマーのデイブ・パーナー、ギタリストで、コーラス担当のダン・マーフィー、ベーシストのカール・ミューラーによって結成された。パーナーは、リード・ボーカルとギター担当へ転向し、代わりに、パッド・モーリーがドラマーとして加入した。ラウドファースト・ルールズ時代に、年に、 インディレーベルよりカセットのコンピレーションベアフットプレグナントへ2曲を提供している。また同じレーベルのコンピレーションキトゥンにはプラウドクラスフールズ名義で彼らのライブ音源が収録されている。ソウルアサイラムはミネアポリスやセントポールで活動を始めている。9曲が収録された1984年のファーストアルバムセーフアットユウィルエブリシングキャンハップンは 地元のレコードレーベルであるツイントーンレコードから LP とカセットで発売された。このアルバムは廃盤となったが、後に5曲追加されて CD で Say for What You Will クラレンスカール・ソールド・ザ・トラックという名前で再発売された。セカンドアルバム Say for What You Will を発表前にモーリーの代わりにグランド・ヤングがドラム担当としてグループへ加入した。 ソウルアサイラムは1986年に3枚のアルバムメイドー b e ブロークンタイムズインスニアレイターホワイルユーアーアウトを発表した。バンドの初期は他のアメリカンバンドのツアーに同行してオープニングアクトを務めることが多かった。1986年前半には同じミネアポリスのバンドであるハスカーでのツアーでヘッドライナーを務めた。 グループは1988年に A&M レコードと契約した。そこから発表した1989年のクラムディップアザー・デライツは A&M レコードの創設者の一人、ハーブ・アルパートのウィップド・クリームアザー・デライツのパロディである。1988年にハングタイムを1990年にアンド・ザ・ホース・ゼイローデイオンを発売した。 しかし、セールスが不振だったこともあり、グループは解散を検討した。1990年代前半、バンドはコロンビアレコードと契約した。1992年に発表したアルバムグレーブダンサーズユニオンは、バンドにとって最も売れたアルバムとなった。1993年1月20日、グループはアメリカ合衆国大統領のビル・クリントンの 就任式で演奏した。さらに1993年、バンドは、エイズのチャリティアルバム、ノ、no、ー・オルターナティブに、楽曲、セクシュアル・ヒーリングを提供した。1993年の夏には、キーボード奏者のジョーイ・ハフマンが、バンドに加入した。ハフマンは、マッチボックス20へ加入するまで、バンドに帯同した。ハフマンの演奏は、レッド・ユア・ディム、ライト・シャイン、アフター・ザ・フラット、 ライブフロムザグランドフォークスプロム、ジューン28、1997、ザ・シルバー・ライニングにて録音されている。1994年にソウル・アサイラムの楽曲、ラナウェイ・トレーンは、第36回グラミー賞最優秀、ロックソングを受賞した。ラナウェイ・トレーンのミュージックビデオは、実際に、行方不明となっている子供たちの写真と名前を、 次々と映す構成で、ビデオの終わりに、パーナーが、この子供たちの一人をあなたが見た場合、もしくは、あなたがこの子供自身だった場合は、この電話番号に電話してくださいと呼びかけて、行方不明の子供たちのヘルプラインの電話番号を表示する内容となっている。アメリカ合衆国の外で使用された場合は、その地域の行方不明の子供たちの写真の内容に、ビデオは置き換えられた。 ビデオは、数人の子供たちが家族と再会するのに貢献した。次のスタジオアルバムの前に、ドラマーのグラント・ヤングは解雇され、代わりにスターリン・キャンベルが加入した。キャンベルは、グレーブ・ダンサーズ・ユニオンの半数の曲ですでにドラムを担当していたが、パーカッション担当と公表されていた。次のスタジオアルバム、レッド・ユア・ディム・ライト・シャインでは、楽曲、ミザリーが、 トップ20に入るヒットとなったが、アルバム自体は前作に売り上げは及ばなかった。1997年、ノースダコタの学生たちのために、ソウルアサイラムはチャリティコンサートを開催した。その演奏内容の一部が、アフター・ザ・フラット、ライブ・フロム・ザ・ from フォークス・プロム、Folks f r 28-1997として2004年に発売された。翌年、 バンドは、スタジオアルバム、キャンディ・フロムエーストレンジャー・エ A s t r a n g e を発表した。このアルバムは、売り上げ的には失敗で、バンドは、コロンビアレコードとの契約を解除されてしまった。パーナーは、以下のように語っている。口にするのは少し悲しいことだが、グランジーロックバンドはもう飽和していて、人々は新しい何かを探していると感じた。僕らはどれほど遠くに、どんな方法で行くつもりなのか。 何が正しい道なのか、誤っているのかを見直す必要があった。ちょっと棚卸しをするべき時だった。パーナーは長年のソウルアサイラムファンである映画監督のケビン・スミスと親しくなった。そしてソウルアサイラムはケビン・スミス監督の3本の映画クラークス、クラークスにバーガーショップ戦記、チェイシング・エイミーに楽曲を提供した。またスミスは楽曲、 キャント・イーブン・テルのミュージックビデオの監督を務め、その曲はクラークスのサウンドトラックに収録された。2004年5月、ベーシストのミュラーが食道癌と診断されて治療を受けた。2004年10月にはミネアポリスのナイトクラブでミュラーのためのチャリティコンサートが開催され、ソウル・アサイラムを含む多くの地元のアーティストが演奏した。チャリティの収益は5万ドルを超えた。 ミュラーのガンはその頃感慨期でバンド仲間と一緒に演奏した。そしてミュラーは彼にとって最後となるソウルアサイラムのアルバムザ・シルバー・ライニングの録音に参加した。しかし2005年6月17日にミュラーは自宅で亡くなった。ザ・シルバー・ライニングは2006年7月11日にソウルアサイラムにとっては前作キャンディ・フロム・エーストレンジャーから8年ぶりに 発売された。2005年の終わりに、ガンズローゼズとリプレイスメンツのベーシストだった、トミー・スティンソンと、プリンスのドラマーだった、マイケル・ブランドが、ソウル・アサイラムへ加入した。2006年後半には、ザ・シルバー・ライニングのために、全米ツアーを行った。2006年11月から12月にかけて、チープトリックの全米ツアーのオープニングアクトを務めた。 2007年3月10日、ソウルアサイラムは、シンディローパー、ミントコンディション、ライフハウスと共に、レゲエバンドのイプソファクトのリーダーであるウェイン・マク・ファーレンの人造移植のためのチャリティコンサートに参加した。バンドメンバーであるトミー・スティンソンは、2006年から2007年には、ガンズ・アンド・ローゼズのツアーに帯同したため、一時的に、スティンソンの代わりに、ジョージ・スコット・マッケルビーが補充された。 2010年のガンズローゼズのワールドツアーの時は、ピートドネリーが補充された。ありがとうございます。